ウィース、こんにちは、東大生実況者、シュンです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトの、全32体のですね、まあ、S ランクの、才能開花ですね、こちらのキャラクターランキングやっていこうかなというふうに思っております。それでは、早速やっていきましょう。で、まあ、まず、軽い、まあ、紹介というか、まあ、補足情報なんですけれども、まあ、僕の、開花状況はというとですね、次元竜、そして、トマホーガー、あとは、まあ、そんなもんかな。ヘルクラッシャー、竜王、漢字の方の竜王ですね。ぐらいかな、開花してないのは。で、残りはま、すべて、まあ、開花してるという状態ですね。はい。まあ、開花した中での、ま、評価になっているという感じですね。はい。で、早速なんですけれども、まあ、開花キャラの、優先度ランキングということで、まあ、評価基準は、ま、僕は友達に向けて、まあ、こんな感じで開花したらいいんじゃないというふうに、まあ、おすすめするランキングですね。であとは、まあ、ですね、これ一キャラ一キャラずつ、語っていこうと思いますので、まあ、一キャラ1分でも、まあ、32分ですね、かかるぐらい、まあ、そこそこ、長時間生動画ってのが、まあ、想定されますというところで、まあ、ドラケタクトしながらとか、まあ、作業しながらですね、聞いてください。で、特に今日はですね、2周年の、まあ、細かい情報が出る日なのでですね、はい。まあ、それも楽しみにしながら見るといいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、今日の20時からで、まあ、生配信で見て、まあ、いろいろまとめてみようと思うので、まあ、それも気になる方はぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、まあ、早速というか、まあ、左に乗ってるのが、まあ、開花の優先度ランキングで、まあ、同列の中では、まあ、右に行けば行くほど、まあ、優先度低めなんですけれども、まあ、そこまで厳密にというわけではないという感じですかね。まあ、どちらかというと上下にかなり、まあ、大きな差があるという状態で、まあ、なおかつですね、特にまあね、B ランク、C ランクあたり、まあ S は絶対にした方がいいし、A ランクもまあできるんだったらした方がいいと。で、B ランクも、余裕があるんだったらした方がいいと。で、C ランクに関しては、もう正直そんなにしなくてもいいかなっていうレベルですね。はい。で、ですね、まあこういうことを言うとですね、まあ開花、いや、僕は例えばテンタクルスは強いんだって、別にその開花キャラ自体は、これもう最初から言うけど、もう強いと。ただし、まあ、その相対、弱いっていうのは、ま、相対的な弱さというか、これで開花効くよねっていう話なんで、まあ、そこは勘違いしないでください。まあ、別にその C ランクのやつ開花したからといって、まあ、全く使えないっていうわけではないけれども、まあ、他のキャラで代用が効いたりするということなので、まあ、そこまで、まあ、神経質になる必要性はないというか、まあ、そこまで大外れはないという感じですね。はい。それでは、早速、順位の方やっていきましょう。まずは32位ですね。早速、未熟弱。でも、二軸弱に関しては、正直、まあ、ちょっと、弱いです。はい。まあ、強いって言ってんだけど、ちょっとね、やめた方がいいと思っていて、まあ、開花ね、する人っていうのは、まあ、基本的にはランキングですかね。気にする人ですかね。まあ、総合戦闘力上げたい人は、まあ、やってもいいと思うんですけど、それ以外の人はやめた方がいいかな、というふうに思っております。で、その根拠っていうのが、まあ、煉獄町のほぼほぼ解雇感でですね、メラバギ激減っていうのが、まあ、これ一緒なんですよ。はい。で、使えるのがですね、まあ、五炎竜という大義技で、で、向こうは行き技と。で、なおかつ素早さがすごい早いんですけれども、まあ、煉獄町の方が、まあ、素早くて、で、移動力が向こう4でこっち3と。で、なおかつ技の射程っていうのも、これ、かなり使いづらいんですよね、光炎竜っていうのは。正直言って、まあ、縦の射程だけ見ると2なんで、まあ、そういう意味で1ターン目からはちょっと火力は出しづらいと。で、なおかつ威力っていうのもそんな変わんないんですけど、炎の、向こうの場合、バフがどん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 かかっていくので、基本的にはその煉獄町を使えばいいじゃんっていう感じなので、まあ、という感じですかね。はい。で、加えて、まあ、リード特性がメラ属性威力プラス 10% なんですけど、メラ耐性マイナス 20% ですかね、煉獄章。まあ、煉獄章の方が優れているという点ですかね。はい。続いて31位は、竜王ですね。はい。で、竜王っていうのは、まあ、基本的には、まあ、ある程度貫突してて、まあ、なおかつ、まあ、防衛パーとか、まあ、受けパーですかね、を強くしたいっていう、まあ、闘技場とかで、まあ、守りたいよっていう人向けのキャラクター、かなというふうに思っております。で、まあ、竜王自体も別に弱いわけではなくてですね、まあ、ゼモンスターの中で、少なくとも、まあ、耐久に関しては、まあ、トップクラスという感じですね。はい。で、しかしながらですね、この、まあ、竜の炎っていうのが、消費 MP が、ま、135ということで、まあ、全モンスターの中でも本当に、ま、最低クラスなわけですよね。ちょっと、あれか、接続が切れた。まあ、まあ、ちょっと、申し訳ないということで、ま、ゆえにですね、これ、まあ、当たり前ですけど、高難易度で使おうとしたら、まあ、今の僕だと3発ぐらいしか打てないと。で、まあ、貫突とかで、ある程度育成しても、まあ、5発ぐらいが、関の山だろうということで、まあ、そうなってくると、やはり、ですね、その、耐久を生かした、
なんだろうな、受けとして使うってよりは、まあどちらかっていうと、まあ闘技場でその受けとして使うという風になっていくのかなという風に思っておりますね。まあその場合ですね、まあやっぱりウェイト65というのがかなり、まあネックになってきますので、まあそこまで積極的に使う必要性はないんじゃないかなという風に思いますし、なおかつ、ダースドラゴンという、まあ似たようなキャラクターが出たので、まあそちら、まあウェイトが低いのでですね、まあそっちを使っていくのが、まあ自然な形なのかなという風に思っております。続いて第30位はメタルドラゴンですね。もう正直全然使ってないね、メタドラに関しては。で、開花の、まあ、条件に関しては、やはり、まあ、貫突してて、で、なおかつ、まあ、マルティナと体制が全く一緒なんで、まあ、そういう意味でマルティナ持ってたら、基本的にね、まあ、開花昔はメタドラ使われてたところが、まあ、徐々にというか、基本的にはマルティナ使われてますし、うん、で、あとは、その、移動力が3の、まあ、守備力が硬いモンスターといった感じで、まあ、昔はですね、守備力が高いイコール移動力2だったんで、まあその受けとして使い道がなかったんですけれども、まあ最近だと、まあダークドレアムみたいな感じで、まあ守備力がガンガン上がっていったりだとか、あとはフォレストドラゴンみたいな身代わりができたり、まああるいは鬼コンボみたいに、まあ移動力がなくてもですね、受けれたり、しかも守備力が990ぐらいありますから、正直言って鬼コンボに関しては。まあなんで物理ダメージをまあ受けない。っていう点で、まあ、やはり、まあ、どのモンスターもメタドラの上位互換的なモンスターっていうのがかなり出てきたのかなというふうに思います。であとは昔はですね、ミサイルの追撃っていうのが、ま、すごい、重宝されていましてですね。これなんでかって言ったら、まあ、消費 MP がですね、MP 不足気味だったんですよ。今 MP 不足を、ま、改善されて、そういうことないんですけど、昔はその、ミサイルの追撃、で、まあなんか火力を稼いでいくみたいな、最後の悪あがきみたいな感じの使い方はしていたんですけれども、まあそれに関しても正直やる必要性はなくなったという点で、まあやはり、そんなに積極的に使うようなモンスターではないかなというふうに思いますかね。はい。続いて第29位。まあこれ結構意外だった人多そうなんですけど、竜王ですね。ひらがなの方の竜王と。いうことで、まあ、開花の条件としては、二突以上で、まあ、なおかつ、まあ、トリックグレゼル、ゼシカ、まあ、特にゼシカですかね、ゼシカ持ってないとかだったら、まあ、ワンチャンあるかな、っていう風に思いますね。あとは、マーブル、ミルドラス、ラプソン、まあ、大体ここあたりをね、ちゃんと育てたら、そんなに竜王を開花させる必要性がないかな、という風に思います。で、まあ、竜王に関してはスペックすごい高くてですね、賢さが全モンスターの中で、未だに2番目かな？はい。で、僕とかも装備込みで574と、まあ、もっと装備ちゃんとすれば多分600ぐらいいくんですよね。で、めちゃくちゃ賢くて強いじゃんっていう風に思うかもしれません。加えてですね、竜王の本気ですかね。はい。HP がですね、75% 以下になると、まあ、大回復して賢さを2段階上げるみたいな。まあ、これとかすごい、強いという風に言われていたんですけれども、ですね、まあ、賢さというか、まあ、呪文に、まあ、メラゾーマー、煉獄マダン、そしてダークピラーはですね、まあ、上限があるんですよ。要するに賢さが、まあ、これ以上上がったら、火力が上がらないと。で、それが、まあ、どのぐらいかといったら、メラゾーマが賢さ515ですね。煉獄マタンが500。で、ダークピラーが616ということで、まあ、ランク8とかにして、なんか、ね、ステータス上げたとしても、火力上がらないというか、他のモンスターより出せないので、まあ、ちょっと時代に取り残されたモンスターかな、っていうふうに思います。で、加えて、まあ、MP 回復ができて、昔はそれもね、魅力的だったんですけれども、以下、略ですね。メタルドラゴンと同じ理由で、まあ、MP の改善が来たし、まあ、無限の MP 欲しいなら、ゼシカが一卒で全然機能するので、まあ、基本的にはそちらの方がいいのかなというふうに思っております。続いて第28位はサンタリーズレットですね。はい。で、ですね、サンタリーズレットどこだ？はい。いましたというところで、まあ、サンタリーズは、まあ、開花の条件は、まあ、4突以上で、まあ、キラーマシンを、ま、持ってないとか、まあ、あるいは、まあ、育成というか、まあ、突数が全然いってないとかだったら、まあ、開花してもいいかな、ぐらいな感じですかね。はい。で、ですね、まあ、ヒャド単体の火力という名目でですね、まあ、1年以上ずっと、ま、凍える表現が、まあ、火力出せるモンスターだったんですけれども、まあ、それはもう今や昔というところで、まあ、正直言って全く持って使い道がない。っていうのが現状かなというふうに思いますね。まあその、シャドウで単体に対して高火力出したいのであれば、まあ、キラーマシンの方が、まあ大抵の場合役立つというところで、まあいちいちサンタリーズレットを使う必要性はないという感じですかね。はい。あと、まあ、ここで表現に関しても賢さが600かな？確か600くらい。要するにバフとか乗っけていけば、まあ基本的には、火力がですね、上限すぐ引っかかってしまいますので、まあそうなった場合、マデサゴーラーは確か700とか賢さいっても全然引っかかってなかったんで、まあマデサゴーラーですかね。無課金でもらえる、マデサゴーラーをちゃんと、育成した方がいいのかなという点でも、やはり、評価は非常に低めになっておりますかね。はい。
続いて第27位はテンタクルスですかね。はい、まあカイカーの条件というのは貫突で、なおかつまあジュリアンテ、無凸かな、まあ一凸かな、一凸ぐらいのジュリアンテとか持ってなかったらありっちゃありかなっていうぐらいですね。はい。で、まあ総合戦闘力とか、まあ戦闘力見たら、まあ HP 高くて攻撃力高くてで守備力高くてといった感じで、まあ全体的にすごい高いっていう感じで、まあカタログスペックだけ見たら非常に高いんですけれども、一方でこの異様物理のですね、まあ、スカットタックルとか炸裂弾、特にスカットタックルとかが倍率がまあ 240% とかなんですよね。はい。でダークマターとか 400% ってこと考えたら、まあ明らかにその火力が出ないんですよ。倍率がちょっと悪すぎると。で、まあ最後はジュリアンテとか似たような軸に開花しましたけど、まあ 282% といった感じで、まあ基本的にジュリアンテの方が火力出やすいんですよね。はい。で、攻撃力も高いですし、という点で、ちょっとやめた方がいいのと、で、あと素早さが遅いので、結構技ミスりやすくて、うん、まあそれでも、まあ、決してね、めちゃくちゃ弱いってわけではなくて、まあ時々攻撃準備というところで、ですね、まあ攻撃力を 40% の確率で2段階上げると。で、これがまあ2回連続ですね、要するに 16%、の確率でそういうの出たら、まあ、ジュリアンテとかよりも全然火力が出るんですけれども、ただやっぱドラクエタクトって割とその再現ゲーだと思ってて、なんか、まあ、要するにその攻撃準備が入る入らないみたいな感じで、まあ、立ち回りがあんまり安定しないんで、まあ、そういう意味でも、まあ、素早さが速くて、まあ、釣り役として使えて、バフも使えるジュリアンテの方が、まあ、楽なんじゃないかなというふうに思いますね。攻撃準備がちゃんと機能したら、まあ、そこそこというか結構火力は出せますけど、まあ、やっぱ長時間とかになってくると、ミスが生じたりだとか、やっぱ攻撃準備のタイミングで、まあ、敵の動き方が変わってくるってなってくると、ちょっと使いづらいし、まあ、闘技場だと遅いんで、論外みたいな感じかなという風に思っております。続いて第26位。まあ、これとかも結構意外な人多そうなんですけど、ベスキングですね。はい。で、まあ、開花の条件はやっぱ貫突しないと、まあ、常設はね、やっぱ貫突じゃないとちょっとしたくないっていう感じはしますかね。はい。まあ、別に4凸とかね、こだわらない人、こだわらないというか、人だったら、まあ、4凸とか、まあ、あるいは2凸、まあ、どうしても使いたいとかだったら2凸とかでも全然問題ないんですけど、で、基本的には、そのギラーでですね、最近、まあ、スペック自体は別にそんな悪くはないんですよ。高いんですよね。はい。で、まあ、何やったっけかな。普通のなんか、常設のキャラクターの中では確か、ヘルクラッシャーに次いで2位だった気がしますね。総合戦闘力は。しかしながら、その、最近ですね、まあ、ギラキャラっていうのも、まあ、大量通貨がありまして、で、まあ、トマホーが開花して、トンヌラ開花して、ダースドラゴンも開花して、で、基本的に後に開花したモンスターの方が強いですからね。で、加えて、まあ、ドロップとかでサンディとか、マヨサゴーラもらったんで、まあ、今更わざわざ、まあ、ベスキング開花するより、まあ、この5体ちゃんと使っていければ、別にいいんじゃねっていうのが、まあ、正直なところはありますね。まあ、基本的には、ダースドラゴンの方が耐性が、メラドルマで、全くこれ一緒なんで、で、メラドルマ激減で一緒なんですけど、ただ、まあ、ダースドラゴンの方が耐久は高いですし、まあ、火力も単体には出せますし、で、ベスキングこれ動きまくるんで、まあ、そういう意味ではこんなにだと、ちょっと使いづらいというところですかね。はい。で、さらにまあ、火力出したいのであれば、まあ、トンヌラが出せるし、まあ、耐久であれば、まあ、例えば、無課金とかでも、トマホーガーとかだったら、まあ、貫突用意っていうのは、まあ、時間かければできるんで、まあ、トマホーガーを、使ったりだとか、まあ、ダースドラゴンなので、まあ、そんなに仕事が少ないと。で、唯一一応仕事が全くないわけじゃなくて、まあ、消熱プレスですね。ここがまあ、広範囲ということで、まあ、闘技場とかでたまに使われたりするんですけど、まあ、ただこのなんかドーナツの真ん中になってるところに、障害物とかあったら使えないんで、まあ、結局そのなんか配置によるみたいな感じで、まあ、安定しないですね。闘技場の中で、今回は使えるとか、なんか前回は使えないとか、そんな感じなんで。まあそうなったら、まあ、あんまり、なんか積極的に使う必要性はないような気がしますね。はい。あんま安定しないっていうのがちょっとナンセンスな気がします。続いて第25位ですね。まあここからは、ですね。まあ理由があるんだったらやっていいかなという感じで、クリフト。まあクリフトはですね、まあ開花の条件は割と緩くて、まあ無凸でもまあやっていいような気がしますね。まあしかしながら、ですね、まあ僕貫突してて、開花やってるんですけど、全然使ってません。で、なんで使ってないかって言ったら、まあ巨大ボスバトルが来てないからですね。はい。で、まあ基本的にその回復量とかは、まあそんなにね、別にベホマラーとか劣ってるわけじゃなくて、普通に650ぐらい回復するんで、確か。なんで回復量で言ったら、まあ、そのセラフィーとかとそこまで、まあ大きな差はないというか、まあお助けセラフィーで差が出るっていう感じですね。はい。で、まあさらにまあ賢さバフも、まあ3とハイムの福音出てきますから、まあありかし貴重なんですよ。
ただですね、まあ、やっぱり射程の問題がありまして、まあ、わざわざ使うよりも別にセラフィでよくねっていうのがま、正直あるかな。お助けセラフィとかで結局回復量多いから、まあ、回復量イコール正義だし、まあ、例えば自分で攻撃できる、サンディとかもいますから、まあ、わざわざクリスト使う必要性がほとんどないと。いう感じなんですけど、ただですね、まあ、HP が他の回復キャラよりも非常に高いと、まあ、1500とか1600ぐらいいきますので、まあ、絶対にダメージを食らってしまうステージ。まあ、基本的には巨大ボスバトルですよね。まあ、そういうところだと、まあ、生き残りやすいので、まあ、セラフィとかサンディとかよりも全然、活躍できるですけれども、ただ、巨大ボスバトルが来てないので、まあ、使われてないというのが現状という感じで、まあ、未来に投資できる人は、まあ、クレストに投資してもいいのかなっていうふうには思いますかね。はい。続いて、第24位は、デボラですね。チャンデボなんですけど、まあ、デボラに関してはちょっとね、残念だったかなってのが、ま、正直あるかな。はい。まあ、開花の条件は、まあ、4突以上してないとちょっとやだな、というふうに思いますかね。で、まあ、加えて、まあ、トンヌラーと、ニコンボ持ってなかったら、ま、ありかな、というふうに思います。まあ、耐性がこのユニークで、まあ、二軸弱とかグレーニャルとか、まあ、そこあたりをメタれるので、まあ、開花23とか33かな、確か。33とか、クリアできてない方は、まあ、デボラ使うと、わりかし、まあ、受け投資使うと、まあ、楽にクリアできるかなというふうに思います。まあ、いかんせんですね、ただ、まあ、中途半端でですね、まあ、会心として見ると、なんか、まあ、会心率プラス 5% みたいな感じで、まあ、鬼コンボには、まあ、めちゃくちゃ劣りますし、まあ、範囲とかも劣ってるし、で、まあ、ギラーのアタッカーとかって見ると、まあ、トンヌラーとかの方が軽く出るし、まあ、無属性として見てもですね、ビアンカーとか、まあ、ハテナ系に、まあ、バカみたいな火力で出せますし、まあ、ハテナ系じゃなくても、結構、まあ、3000とか、そのぐらい、特にバフとかね、自分で乗っけてなくても出せるので、まあ、そういう意味ではわざわざ、なんか、デボラー使うよりも、まあ、ビアンカとかトンネラとか使った方が火力は出せるかな、というふうには思います。まあ、一応、素早さ下げはできるんですけど、まあ、ここら辺も、まあ、ボミエとか、まあ、一応技習得させられたりできますので、まあ、そこまで、それだけのために、まあ、デボラーを開花するっていうのは、ちょっと、もったいない。かなーっていう風には思いますかね。はい。続いて、第23位ですね。第23位はヘルクラッシャー。ヘルクラッシャーは総合戦闘力が高くて、まあ、これ、国家素早さは80ぐらい上げれるので、まあ、カウントしてったら100ぐらい上がるのかな。ということで、まあ、600近くいくということで、まあ、結構期待、まあ、600以上いくか。この装備だったら。はい。ということで、まあ、結構期待できるかなっていう風に思いますかね。はい。で、まあ、開花の条件としては、貫突してて、リアルタイムバトルで、まあ、使える幅を広げるぐらいの感覚でいいと思いますね。こいつにそんなね、期待、まあ、もちろん全く使えないわけじゃないと思うんですけど、そこまで期待しない方がいいような気がするっていう感じですかね。まあ、基本的にはね、バラモスゾンビとほぼスペック一緒なんですよね。まあ、なんか、火力検証してる人とかいたんですけど、ですね、毒斬りとですね、ディメンジョンブレスだっけ？ちょっとブレスの名前忘れたんですけど、バラモスゾンビのブレスがですね、範囲と、そして火力全く一緒ですね。で、バラゾンの方が呪いがついているので、まあ、どっちがいいのか一概には言いませんけど、まあ、バラゾンの方が、ま、使いやすいような気がすると。で、バラモスゾンビは、ま、2ターン3ターンで、まあ、HP が回復していって、1、2、3と、攻撃力と物理力が上がるのかなということで、で、移動力も上がっていくのかっていう、まあ、かなり強そうな感じで、まあ、一方でヘルクラッシャーの場合は、まあ、死ぬと、まあ、ですね、ねて、消し型台みたいな感じで、まあ、回復じゃねえな。なんかいけるみたいな。まあ、毒にできるみたいな状態なんですけど、まあ、その、死ににくいバラモスゾンビと死ぬのが仕事の、ヘルクラッシャーですね。リアルタイムバトルでどっち取るのかっていうのは、まあ、割と好みにはなってくるのかなと。で、バラゾンの素早さはかなり早いですから、そういう意味でもっていう感じなんですけど、まあ、剣士、ピサロに、まあ、両タイプともですね、結局素早さで負けてて、なおかつメラ大弱点なんで、まあ、そこら辺が、まあ、ネックになってくるかなと。まあ、なんで環境を見て、まあ、ピサロがそんなにいなくなったなーっていうんだったら、ヘルクラ投入してみるみたいな、まあ、そういう感じになってきそうな気はしますね。はい。続いてバラモスですかね。まあ、バラモスに関しては、まあ、正直、まあ、もちろん上げてもいいし、上げなくてもいいっていう状態で。ま、これに関してもやっぱ開花の条件っていうのは、まあ、こいつは別に無突でも全然強いというか、もう仕事が一つしかなくて、まあ、ネクロゴンドの正気ですね。はい。これで、混乱を、まあ、才能開花したら 60% ですね。これでするというのが仕事ですかね。はい。で、基本的には、闘技場で、まあ、受けであったり、まあ、ボエパー、で、を、なんかしっかり作りたい人向けになってくるのかな、というふうには思います。で、特に高難易度で、まあ、使えそうなスペックはしますけれども、まあ、余計のくせにミラーとヒャトが弱点ということで、まあ、母校後にやられてしまうので、基本的には高難易度ではあまり期待はできません。
で、まあ余裕がある人は、その、闘技場とかではですね、とかまあ、ケッパーを作るってね、結構ね、まあポイントというか、あの、スペックというか、まあそこそこ高い、ハードル高いですけど、まあただ、まあ余裕があるんだったら、まあ絶対に開花するべきかなと、まあどっかでというか、まあ基本的には、まあ防衛パーあたりで、まあ使える。っていうとこっすかね。まあ、ただね、別に、防衛パスそこまでがっつりみたいな、まあ、初心者で、そんなね、がっつり多分、闘技場というか、まあ、ギルド大会で、まあ、常にね、マスターリングで優勝してますみたいな人は、まあ、多分、初心者じゃないと思うんで、うん。まあ、あんまり優先度は高くないかな、っていうふうには思いますかね。はい。続いて、21はトマホーガーですかね。はい。で、トマホーガーはですね、まあ、何が魅力的かって言ったら、まあ、まず、まあ、誰でも、関突いけると。まあ、少なくとも4突までは誰でもいけると。まあ、時間かければいけるし、で、なおかつ、その物流系として非常に優秀っていうところですかね。はい。で、ですね、まあ、初心者向けのモンスターな気がしますね。まあ、上級者になればなるほどいらないって言ってて、まあ、逆に初心者だったら、まあ、その上級者の真似するんじゃなくて、まあ、そこそこのダメージをですね、まあ、非ダメージゼロにできますから、うん、まあ、物理アタッカー、要するに物理でなんか強いやついるなって思ったら、まあ、トマホーガー投入してみるのは全然ありな気がしますね。はい。で、ですね、まあ、こいつの何が強いかって言ったら、まあ、やはり、まあ、視力669というところからの、まあ、いろいろあるんですけど、破陣山なんですよね。これがね、攻撃力を 40% で下げて2段階下げれますから、なんかまあ、ボルケーノスレッシュが使えないとか、ボルケーノフレームがどうこうとかってありますけど、破陣山が強いんですよね。破陣山使って、まあ、攻撃力下げて、視力が660くらいあれば、まあ、ほとんどの敵の、まあ、ダメージが無効化されるっていう、まあ、ここですかね。はい。あと、ギラフォース、まあ、覚えてるんですけれども、まあ、こいつ耐性がですね、ギラ、激減入ってないんで、まあ、3属性、に対して、まあ、耐性持ってるっていう点も、偉いのかなっていうふうには思いますね。まあ、ホース持ちの中で唯一、耐性がおかしくないっていうのが、まあ、偉いというふうに思います。それで第20位ですね。まあ、クイーンスライムということで、まあ、これに関しては、まあ、突数は、まあ、好きにすればいいという感じで、まあ、好きにすればいいってどういうことかって言ったら、まあ、闘技場でですね、まあ、例えばね、関突相手に勝ちたいなら、それは関突にする必要性あるし、まあ、三突に勝ちたいと。まあ、全体的に三突ぐらいに勝ちたいんだったら、まあ、三突ぐらいで、まあ、開花していいかなっていう感じで、まあ、相手を見てやることなんで、っていうとこっすかね。はい。で、ですね。まあ、ステータスがですね、これめちゃくちゃ高いですよね。で、そこからのですね、まあ、これも、アイスと一緒なんですけど、まあ、女王のプレスですかね。はい。というところで、まあ、広範囲、プラス、まあ、ミロがついているという点で、まあ、ドラゴン系、まあ、波動弱点多いですし、まあ、ミロ弱点多いですから、まあ、それに対して非常に強いという感じですね。はい。ただ、こいつもベスキングと一緒で、まあ、こう、難易度で使うというよりは、闘技場で使うわけで、まあ、初期配置次第で、まあ、全く仕事できないっていう点かなっていうふうには思いますね。まあ、ただ、ベスキングと違って、やっぱりミロっていうところが、まあ、わりかしユニーク。なので、まあ、まあ、ベスキングよりは、ちょっと高めにはつけているという状態ではあります、という感じですかね。はい。それで、第19位は、ダースドラゴン。まあ、ダースドラゴンに関してはですね、まあ、やはり、まあ、受けが優秀っていう感じですかね。はい。まあ、ギラ系のですね、アタッカーが欲しいなら、まあ、開花して問題ないと。まあ、ここからはちょっとね、A ランクになるんで、まあ、正直、もうしたいんだったら、やればっていうレベルで、もうここからはね、結構、やっぱり、優先順位は上がっていくと。まあ、ネガティブな情報がなくなるという感じですかね。はい。で、まあ、基本的にダメージ食らったら 10% 回復してくれたりだとか、まあ、そこそこ早いし、そこそこ HP もあるし、そこそこ硬いっていうね、まあ、欠点らしい、点がなくって、まあ、なおかつ射程が1から4あるっていうめちゃくちゃ優秀な技を使えて、まあ、火力も出せるので、まあ、基本的にまあギラのアタッカー欲しい方は、まあ、ザースドラゴンを開花して問題ないというレベルで強いのかなというふうに思います。で、続いて煉獄長ですかね。まあ、こいつは貫突してないとちょっとというか、まあまあまあ常設なんでね、ちょっと貫突しておきたいなというふうな感じはありますかね。はい。で、まあ、こいつの何が偉いかって言ったら、素早さですね。はい。まあ、素早さがですね、まあ、こいつ最速なんですよね。全モンスターの中、全モンスターじゃねえな。まあ、バフなしでは最速で、まあ、なおかつ、まあ、移動力4の中では、ま、最速だと。で、まあ、そこから、広範囲の、ま、メラ系を使うことができるっていう点ですかね。はい。で、結構ですね、この煉獄長ですね、まあ、除外すると、必ず言われるのが耐久がゴミだと終わってるみたいなこと言われるんですけど、まあ、グレートドラゴンと、まあ、HP がほぼ一緒なんで、基本的にはね、それで、ま、耐久がゴミって、まあ、素早いから多分自分で向かってると思うんで、多分プレイングが下手くそというか、ね、行っちゃダメなところに行ってるだけだと思うんですよね。ちゃんと使ったら別になんかそんなに気にならないというか、まあ、ね、壁とか地形とか、まあ、味方とか敵とかをうまく利用すれば、全然、HP がま、1000以上、これ素でありますから、1040ありますから、まあ耐えられるんですよね。
なんでそんなにね、なんか耐久面に対して、まあ、イドロク4なんでね、そんなもんだなっていうふうに思うし、まあ、イドロク4に関しては、まあ、わざと死ぬみたいな、わざと突っ込んで、なんか、死なせて、で、そこでなんか、配置ちょっとミスるというか、変えさせて、なんか、身軽うまくしていくとか、まあ、蓋するとか、まあ、そういう作戦とか全然ありますので、なんか、そんなにディスるようなキャラクターではないような気がしますね。僕は少なくともかなり使ってますね。はい。加えて、まあ、リアルタイムバトルとかだと、まあ、最速で動いて、まあ、状態異常とかね、かけられますので、まあ、全然期待できるモンスターじゃないかな、というふうに考えています。続いて、第17位ですね。キラーマシン。まあ、キラーマシーンに関してはですね、まあ、HP が低いんですけど、まあ、守備力が高くて攻撃力が高いという、まあ、ありかし面白い、性能をしていて、まあ、そこから、ハヤブサ、マイハート切り、プラスですね、2回攻撃ですかね。10% の確率で、2回攻撃をしてくれるというところで、まあ、稀に攻撃が非常に強いですかね。はい。で、まあ、ヒャドウ単体としてはですね、まあ、期待値的には、まあ、一番、火力が出せますと。基本的には、まあ、ハヤブサマヒャド切り連打しておけば、かなりの火力が出せるんですけれども、一方で、高難易度以外だと、まあ、射程というか、まあ、結局、これ一体にしか攻撃できないんだって、まあ、特上だとやはり、広範囲の技が必要になってくるという点では、まあ、ちょっと使いづらいかなっていうふうに思います。で、さらにはですね、その、ギラーに耐性がですね、ないっていう点が、思いのほか使いづらくて、まあ、メラギラ、だいたいギラ使える、要するにメラ使えるやつってギラも使えるとか、まあ、波動弱点ってメラギラが多いんですけど、本当に多くて。で、それでギラの方で、まあ、等倍食らって、で、HP が低いから、なんか、割かし死んでしまうみたいなことが多い気がしますね。なんで、まあその、身代わりとかそういうのと使ってはいかないといけないっていった感じで、まあ思ったよりも順位は伸びなかったけど、それでも、ロマン砲ですね。まあ平気で、6000とか7000ダメージとか出してくれますから、まあやはり、弱いわけはないという感じですかね。はい。続いて第16位はグレートドラゴンですね。うん、まあ初期の常設キャラの中で一番使いやすいかな。なんだかんだ。はい。で、まあグレートドラゴン4突以上は特にメラギラ激減持っておきたい感じはしますね。はい。で、まあちゃんとメラギラ激減持ってて、なおかつですね、広範囲ですね、吹雪の扇形台持ってる。まあそういったヒャド系ってほんと珍しくて、まあヒャド単体がほんと多いんだよね。まあベロニカとかもそうだし、ミルドラスとかもそうだし、まあデスサムナか。デスサムナとかもそうだし、まあ結構、で、キラマシンもそうだし、っていった感じで、まあ結構単体が多くて、サンタリーズレットとか。まあ、で、まあ範囲が広いっつってもゾーマとか、まあグラコスぐらいなんですけど、まあゾーマとかほんとに耐久ゴミなんで、まあ、使えるのはグラコスとサンタアリーナぐらいかな、広範囲で、って言った感じですかね。で、あと、まあ、意外とこれ素早くて、まあ、全体の中でもベスト10入るぐらい早いんだっけ確か。早くて、まあ、闘技場でもですね、まあ、広範囲使えるので、まあ、役立つっていう感じで、まあ、幅広く使えるのが偉いかな、というふうに思います。で、まあ、サンタアリーナとかグラコスが、まあ、4突以上していれば、まあ、全然いいね、ね、クレドラ開花しなくても、多分問題ないんですけど、まあ、多分ほとんどの人、これやってないと思うんで、まあ、メラギラ激減って割と開花の38かなぐらい。まあ、ありかし鬼門なんですけど、まあ、そういうところで、まあ、役に立ってくれるっていう点は、まあ、評価せざるを得ないかな、っていうふうに思います。続いて第15位は、アークデーモンですね。はい。で、アークデンは、まあ、何がこれいいかって言われたら、まあ、ですね、まあ、開花条件、これ無突でも全然使えるモンスターと言った感じで、まあ、ダメージ食らわないんですよね。で、なんで食らわないかって言ったら、まあ、このアークイオナズンですね。まあ、最大射程5ありますから、まあ、それで、ですね、一方的に殴ることが、まあ、味方とか地形とかうまく使えば可能だと。いうことですね。はい。で、なおかつ、一卒してたらですね、MP 回復してくれますから、まあそういう意味で、まあ、無限の MP を、獲得することができると。ただ、MP も全体の中で、ゼシカの次に高いのかな？かなり高めなので、まあ、正直、その MP 回復なくても、まあ、そんなになんか燃費は気にしないでいいかなっていうふうに思いますかね。はい。で、一方で、闘技場の場合、まあ、素早さがそこまで、早いってわけではないので、まあ、ちょっと活躍は難しいのかなと。まあ、昔はね、なんかね、ジオの爪とか使って無理やり使ってましたけど、まあ、今は、正直、それだと、まあ、ピサロとかに設定取れないんで、まあ、ちょっと、というか、まあ、そこまでして使う価値は、ちょっと薄いなーっていった感じですかね。はい。まあ、高難易度専用みたいな感じはしますと。で、続いて、フローラーですかね。フローラーですね。なんかね、めちゃくちゃ強いです。で、まあ、開花の条件は一つ以上ですね。呪文のコツは持っておきたいというところで、まあ、バックバーストですね。これの火力がマジでちょっとぶっ壊れて、普通にですね、まあ、なんか、2000とか2500とか、まあ、そのぐらいが出せるっていった感じですね。はい。で、しかも、ま、賢さ上限が、ま、700以上あるから、賢さバフとか適当にかけてあげると、まあ、より、ね、まあ、2000、3000ぐらい普通に火力が出してしまうといった感じでですね。
はい。まあ、余計で、まあ、火力出せるモンスターってそんないないですから、まあ、テンタクルスとかジリアンテとかも攻撃力、元の攻撃力自体とか、まあ、技のあら低いんで、まあ、そんなに火力って、まあ、めちゃくちゃ出るわけではないんですよね。まあ、その中、フローラ結構出してくれるんで、偉いのかな、というふうに思ってて、まあ、負けんし、ピサロをワンパンで倒せるモンスターってあんまりないんですけど、まあ、一応ワンパンできると。まあ、ワンパンできるんですけれども、HP1 残るっていう状態だから、ワンパンできるけどできないっていう状態になるんだけれども、まあ、高校というかピサロより遅くて、まあ、なおかつ、まあ、こいつ確かメラ激減ですよね。まあ、なんで、で、ヒダメージ 50% 軽減ありますんで、一回だけ。ピサロの攻撃を完全に受け切って、なおかつ、バックパーストで、まあ、HP 残り1にできる。まあそういったモンスターってそんなにないですから、まあ評価してあげていいような気がしますね。はい。まあ、非常に、まあロマンというか、まあ意外と軽くで、なんかまあフローラっていう感じが、フローラじゃない、何だっけ、ベロニカとなんか、まあ使い心地としては結構似てるような気がしますね。はい。続いて、まあ3位はジュリアンテが13位ということで、まあジュリアンテに関しては、まあ一つ以上しておけば、基本的にはまあやって問題ないだろうというふうに思います。で、こいつはまあ、無凸の特性かな。で、サインマのビートっていうのがありまして、まあ、素早さを2段階上げると。で、これによって、まあ、素早さが、まあ、平気で、まあ、700-800いきますから、まあ、最速なんですよね。で、最速だとどうなるかって言ったら、まあ、その最速で、まあ、攻撃をしたり、まあ、最速で、バフをしたり、まあ、最速で相手を釣ったり、最速で、まあ、状態異常をかけたりとか、まあ、本当に、いろんな仕事ができますので、まあ、闘技場から高難易度まで幅広く何でもできるっていう点で、まあ、なんだかんだよく使ってるモンスターの、まあ、一体になってますね。はい。で、続いて第12位は、カイザードラゴンですかね。はい。まあ、カイザードラゴンは、まあ、やはり常設なので、まあ、貫徹はしておきたい気はしますかね。はい。無理にしなくてもね、カイザーの場合はいいような気がするというところで、で、このサンダーブレイクがまず、射程がまあめちゃくちゃこれ、トリッキーですよね。はい。まあ結構面白い射程で、うんで、まあ、あこんなモンスターも連続というか攻撃できるんだっていうのできたりするし、で、なおかつ、デイ耐性をまあ 40% と、まあそこそこ、の確率で下げることができるっていうのが、まあ、めちゃくちゃ偉いですね。はい。で、まあ、火力も2000ぐらい出るから、2000から2500ぐらい出せて、まあ、マルティナーとかバランとかがいるんで、まあ、電系の物理ってめちゃくちゃ正直言って、他にも、まあ、後で紹介しますけど、まあ、プリンとかピアンカとか、キメイ将軍とかいるので、まあ、ライバルが強すぎるっていう点で、まあ、評価されないのはわかるんですけど、まあ、それでも、まあ、無課金とかで、まあ、そういったキャラクターがいないのであれば、まあ、全然、開花させた方がいい気がしますね。はい。まあ、電気して下げてバカ火力出すのは本当に、まあ、楽しいですかね。まあ、37巻とかで、まあ、いつも、毎月、なんかね、会社とかで、まあ、バカ火力出して遊んでいるという状態ですかね。はい。で、続いて、第11位はプリンですかね。こいつもね、火力ほんと行かれてるんだよね。もちろん、貫突してるってのはもちろんあるんですけど、ちょっとね、おかしいです。で、こいつに関しては無凸で全然問題ないというか、まあ、開花のところで、まあ、自分力 15% 上げれたりもするので、まあ、問題ないかなっていうふうに思いますね。で、平気でですね、こいつのロトの直行かなが、1ターン目から、まあ、平気でこれ2000ダメージ超えてきて、で、僕の環境だと2500ぐらい出ますね。呪文の技で、なんか今までそんななんか2500とかって見たことなかったんで、いや、マジで驚いてるかな。こんな軽く出るんだっていう風に思うし、まあ、あと、まあ、意外と鈍速なので、まあ、グレーナルとかとの相性は、まあ、レインフォースの相性がいいと。で、射程が偉くて、で、こいつ意外とね、意外とというか耐久めちゃくちゃ高いんですよね。まあ、これ、守備力持ってますけど、守備力520で HP が1200近くあると。で、こんなキャラクター他いますか？マジで。で、しかも、ですね、特技で、ムーンブロックの祈りをかければ、魔法カウンターもかけれるというところで、まあ、魔法カウンターは正直、まあ、使ってみたら、まあ、そんなになんか、めちゃくちゃ役立つってわけでもないし、まあ、要するに敵がね、ただ狙わなくなるだけっていう感じで、まあ、範囲技とかじゃないと反射することって基本的に難しいんで、あんまり、なんか、本当に強いなっていう技でもないんですけど、まあ、困る技でもないみたいな、そんな感じですかね。はい。まあ、ある程度、ね、買いがちかな、石、まあ、デインの中で、縦に、まあ、一番火力と射程があったりするし、一段目から火力出せるし、まあ、一応ですね、原爆移できたりもするんで、まあ、やはり、弱いわけはないよね、というふうに思います。まあ、地味に状態異常回復とかも、偉いような気がしますね。あんまり使う場面はないけどね。はい。続いて、第10位ですかね。はい、まあ、これは視聴者とかがね、非常に、まあ、強力だと、いうふうに、言っていますけれども、第10位は、
事件流ということで、まあ、開花条件はもう一つ以上してたら、まあ、やっていいだろうというふうに思います。で、こいつの場合、まあ、一卒するとですね、移動力が4になって、で、そこからまあ次元超越と、まあ、いわゆるドルマゲスのような動き方ができると。で、まあそれはやっぱドルマゲス使ったことある人だったらわかると思うんですけど、まあ闘技場向きですよね。はい。で、まあ未開始率が上がるっていうのも見過ごせないですし、で、そこからですね、ですね、まあ次元爆炎波であったりディメンジョンブレスト。で、まあ次元爆炎波の方が一応火力が出るのかな。で、ディメンジョンブレストの方がまあ闘技場向けではありますけれども、まあ創造神マレサコーラとかが、イオデイン弱点かな。確か。で、ですね、まあ、そのイオの、魔法カウンターとか入ってるので、まあ、あんまね、火力が出しづらいんですよね、そいつに対して。まあ、その中、確定で、まあ、与えられますし、で、混乱無効だから、まあ、非常に、強力。で、ギラも激減か、といった感じで、まあ、マレサゴーラとかもなかなかメタルの難しいんですけど、そんな中、まあ、唯一使える余計でですね。で、しかもこれ、次元爆炎波って昔の技だから弱そうに見えますけど、まあ、今も、ですね、全モンスターの中で、多分、息系で、ベスト5ぐらいに入るぐらい、火力が出せます、というところで。うん、まあ、弱くないです。全然、普通に強いかな、というふうに思います。続いて、第9位ですね。第9位は、サイマ・ジュリアンテ。サイマ・ジュリアンテじゃない。いつも間違えるな。トリック・グレーツェルになっています、ということで、トリック・グレーツェルのステータス見ていきましょう。こいつは、まあ、開花、の条件ってのは無凸でいいのかなというふうに思っていて、まあ、射程が、まあ、これダークが4ありますから、で、そこから回心率が、まあ、魔力暴走率って言った方がいいのか、が、まあ、10% あって、11% あるということで、レシカも賢さが、まあ、1凸だと、まあ、3ぐらいになるのかな。はい。で、無凸とかでも、まあ、賢さ、バフが入ってますから、普通に強いと。で、まあ、ドルマ系ってわりかし、その魔王がすごい多いんですけど、その下手な魔王、まあ、結構魔王ね、魔王全部持ってるから、全部持ってるんですけど、その魔王とかよりも普通にトリックグレーツェルとかの方が強いんですよね。で、まあ、なんで強いかって言ったら、やはり、まあ、ダークで、まあ、1段目から火力が出せるという点と、であとは、これ初心者向けの情報なんですけど、ハロウィンスパークって賢さが、まあ、上がっても全然これね、射程、色変わんないんですよね、正直言って。全然変わんないんで、まあそういう意味で、まあ火力出したかったら、無凸でもハロウィンスパーク育てたら、まあそこそこ火力が出ると。まあ基本的にはダークの回心狙った方がいい気がしますけど、まあハロウィンスパーク使うっていうのも、育ってなかったら手かなと。まあ僕みたいに貫突してたら、ダークでガンガン回心の一撃狙うっていうのが基本的な戦術にはなってくるかなというふうには思っております。続いて、第8位ですね。第8位はアリーナですね。まあ、アリーナを無凸で開花して問題ないと言った感じですね。で、まあ、根拠っていうのが、まずですね、こいつのですね、一卒の特性が、まあ、いきなりバイシオンということで、戦闘開始時攻撃力を1段階上げるという、まあ、おそらくですね、一卒の特性の中では、まあ、最弱ですね。はっきり言って、一番弱いと思います。まあ、なんで、まあ、安心して無凸でも開花していいのかなというふうに思いますね。で、逆に開花したら移動力が1上がって、未開始率が 40% 上がって、素早さと攻撃力が2段階上がって、みたいな。メラ属性、なんだ、回心率が、プラス 4% になって、みたいな。もうなんかめちゃくちゃなんですよ。これ、正直言って。で、メラ属性威力が、20% 上がるっていう、めちゃくちゃ強いんで、カイカーの特性がこいつほんと強いんで、まあ、特別扱いなんですよ。こんな回心率プラス 2% とかあって。まあ、特別なんで、まあ、やはり、アリーナに関しては、まあ、カイカーして問題ないかなというふうに思います。で、その耐久値が低いんですけど、まあ、それも、ま、見かせば問題ないだろうといった感じで、まあ、無課金の人の場合は、まあ、アリーナの、まあ、いわゆるその回心運ゲーですね。未開始運ゲーとかもあるかもしれないけど、まあ、そこあたりをしっかり、やっていけば、まあ、ですね、まあ、クリアできないようなステージもクリアできるようになるという点は、やはり、強いと言わざるを得ないですね。はい。続いて第7位は、フォレストドラゴン。まあ、フォレストドラゴンはね、受けなんでね、どうしてもね、まあ、耐久というか、凸は4凸ぐらいはしときたいなというふうに思いますね。はい。無凸でもね、ありな人はありなんだけどね。はい。で、まあ、受けとして、まあ、非常にね、雑に使えるんですよ。もう最近ね、高難易度とかだったら、とりあえずフォレストドラゴン、ビアンカで、オニコンボの3体とかほぼ固定みたいな感じで、どこに行ったらなんか適当にして、で、そしたら大体、大概のクエストをクリアできるみたいな状態になっておりますね。はい。で、まあ、それなんでかって言ったら、やはり、まあ、見返りがこれ1ターン目から、入っていると、カバウか。カバウが、まあ、3ターン状態、3ターンカバウ状態なので、その期間中にですね、まあ、フォレストドラゴで、まあ、受けながら、しっかりバフかけてあげて、で、まあ、回心の一撃とかして倒していくという感じですかね。はい。で、まあ、見返りしながら攻撃できるっていう点も、まあ、特に、旋風の総人球とかは、まあ、普通の、ですね、まあ、息系の中でもかなり火力が出る方ですし、で、あとはですね、これ素早さをですね、これ3
374とそんな遅くなくて、で、素早さこれ、まだね、フル開花してないんで、ステルス上げたら、確か80ぐらい上がるのかな ?100 上がるんだっけ ?50、50とか40、40かな ?40、40で、まずしてたら100ぐらい上がるということで、まあ474って非常に早めなんですよね。で、早いと、まあリアルタイムバトルとかで結構使えるかなって思ってて、まあ一応その、4突ってしてますけど、無突とかでも、なんだろうな、相手の状態異常とかを、まあ、妨害したいっていう目的で、まあ、要するにね、自分より突数、格上と戦う際には、フォレストドラゴンを、開花しておくと、結構使えるような気がしますね。まあ、ただね、格上相手になんか歯向かおうとするのであれば、格下狩りの方が多分、ブラックエタクトの、なんだろうな、リアル対人には合ってる気がするので、まあ、そこまでして、なんか、コストをかけるべきなのかどうなのかっていうのは微妙な気がしますけど、まあ、受けなんでね、突は、どうしても必要になってくるかな、というふうには思いますかね。はい。あと、まあ、守備力バフとかもね、ダメージ食らったら勝手に入っていったり、HP 回復とかもできますんで、まあ、ほっとけば、まあ、無限の要塞というか、まあ、最強の要塞が出来上がってる点は、まあ、やはり、強化せざるを得ないかな、というふうに思います。続いて、第6位ですね。第6位は、ハーゴン。で、ハーゴンはですね、なんかね、こう驚いたんだけど、まあ、なんだろう。わりかし、あそこで使えると思ってたんですよね。まあ、高難易度とかで結構期待できそうだなっていう風に思ってたんですけど、まあ、射程が広いから、アークデーモンのように使うんだろうなって思ってたんですけど、高難易度だと、まあ、地形が邪魔というか、味方がね、大体ね、苦しんじゃうんで、めちゃくちゃ難しいんだよね、使う。本当に難しい、使ってみると。で、一方で、ですね、まあ、闘技場っていうことを考えたら、まあ、素早さがですね、めちゃくちゃ速いと。素で508ありますから、まあ、素早さ盛れば、普通にね、600近くいきますと。で、その状態でですね、まあ、最速の呪文、広範囲アタッカーとしてですね、使うことができますし、まあ、なおかつ、弱強の狂気はですね、まあ、その、与えたやつを 40% の確率で呪いにするという点で、うん、まあまあ、偉いですよね。はい。で、まあ、適当に、ま、弱強の狂気を最速で撃って、まあ、その後、まあ、味方が適当にですね、まあ、D ランクとかでもいいので、焼け付き雪を撃ってあげれば、とか、まあ、移動封じとか、メタパニとか撃ってあげたら、うん、まあ、その地形にですね、見事入ってくれるモンスターが大多数というか、まあ、ダメージ食らってくれますから、まあ、そこが偉いのかな、というふうに思いますね。で、意外と弱強の狂気に関しては火力はそんな出ないですね。まあ、弱な魔剣の方が火力は出ます、正直言って。はい。まあ、なんで、まあ、そう考えたら、まあ、ハーゴンは、まあ、昔バランスは取れてるような気がするし、で、あと、イオドルマは受けれるやついないんで、まあ、そういう意味でも、やっぱ、闘技場向きのキャラクターだな、というふうには思いますね。で、HP も意外と高いしね。はい。まあ、大回復もありますんで、まあ、やはり、闘技場向きの、まあ、闘技場で、まあ、攻めとしての、まあ、わりかし最強クラスのモンスターじゃないかな、というふうに思います。まあ、別に、この辺では全く使えないわけではないからね。はい。続いて、第5位はトンヌラーですね。トンヌラーね、マジで。面白い。で、これ何がこれいいかって言ったら、まあいろいろ書いてありますけれども、まあ特性がまず、まあぶっ壊れてて、まあ待機万世で敵倒すと賢さと攻撃力を、2段階上げると。で、加えてですね、いや、探しましたよ。で、3ターン目の、威力を2倍にすると。さらに、サマルトリアの王子で、殴った時に呪文の威力とか物理の威力と素早さを1段階上げると。いうことで、まあ、めちゃくちゃなんですよね。で、何がね、さらにおかしいかって言ったら、このロトの操船って技がね、おかしいんだよね。技がおかしいってどういうことかって言ったら、この技はですね、まあ、計算したんですけど、まあ、基本的に、その賢さが1上がったら、だいたい火力が1上がるんですよね。まあ、等倍で言ったら 0.9 ぐらいかな。まあ、上がるんですけど、まあ、要するに比例関係にあるんですけれども、で、ロトの操船も一応比例関係にあるんだけど、賢さが4上がって威力が1上がるみたいな、そういう状態なんですよね。要するに、そんな上がんないと。いうことで、つまりどういうことかって言ったら、その賢さの影響が低いんですよね。要するに、賢さが、まあ、これ、例えば攻撃力持ってますけど、賢さもろうが攻撃力もろうが、あんまりその呪文の威力って変わんなくて、ってなってくると、まあ、無突でもですね、火力がしっかり出せるってことなんですよ。はい。まあ、なんで、まあ、無突でもですね、まあ、まあ、移動力がね、2段のはちょっとネックだけど、まあ、それでも射程4ありますから、まあ、そこで、ですね、まあ、ロトの操船打ちまくって、まあ、火力出していくっていうのが、基本的な感じになってくるのかなと。で、特に3ターン目とか、まあ、ちゃんと、いい感じになっておけば、1万ぐらい出せるんですよね、火力として。まあ、なんで、まあ、普通になんか、ゼシカ並みに火力出せますので、まあ、かなり、
使いやすいなっていう風には思いますかね。まあ、一方でギラー単体なんで汎用性に関してはめちゃくちゃ低いというのがネックになってきますけど、まあ、当倍でもそこそこ軽く出せますんで、まあ、強いと言わざるは得ないといった感じです。続いて第4位はビアンカーですね。ビアンカーは無凸で全然問題ないかなという風に思っております。で、まあ、ビアンカーに関してはやはり戦いのベホイムですね。これがね、めちゃくちゃ頭おかしい、正直言って。で、これどういう効果かって言ったら、HP 大体300から400ぐらい回復するんですよね。で、さらに、攻撃力を1段階上げると。言った感じで、まあ、HP が、まあ、まず闘技場とか使ったら、まあ、900から1200ぐらい上がって、で、攻撃、さらにバフまで乗るとかいうわけわからない状態だし、で、なおかつですね、まあ、後で言いますけど、鬼コンボっていうのは弱点がほぼなくて、唯一の弱点が、まあ、攻撃力が低いっていう、それだけなんですよね。でそれが、まあ、ビアンカーの横に鬼コンボ置いておく。で、鬼コンボがダメージ食らうと、まあ、実質エスタークですよね。はい。で、エスターク以上が HP が上がって、攻撃力も上がるみたいなわけわかんない状態になるので、相性が良すぎるという感じですかね。はい。うん。で、加えて、まあ、メラ激減ですから、ですね、まあ、メラギラ激減の、まあ、鬼コンボと似てるという点で、まあ、バイキルトも使えますし、非常に使いやすいですね。まあ、耐性とか、まあ、性能的にも、まあ、鬼コンボとビアンカでですね、まあ、ニメミのなんちゃらの EX とか、最終日らへんに、ね、やってねえなってことに気づいて、ちょろちょろっとやったんですけど、まあ、鬼コンボとビアンカで、の2体をね、ちゃんと使ったら、まあ、全ステージクリアできたんで、っていうレベルで強いですね。はい。脳死で使えるっていうレベルで強いんで、まあ、そういう意味でもすごいおすすめかなっていう風に思いますね。やはりバイキルトと、鬼コンボ、そして、まあ、メラ激減との、まあ、相性が良すぎるっていう、まあ、それにつきますかね。はい。まあ、なんで、まあ、鬼コン持ってる人だったら、まあ、ビアンカっていうのは、割かし無凸でも開花して、まあ、一緒に使ってあげていいかなっていう風に思っております。はい。で、続いて、3位はやっぱ、愚名将軍ですかね。まあ、愚名将軍は一つ、要するに移動力3は欲しいかなというふうには思っておりますけれども、まあ、こいつはですね、その魔剣士ピサロってのがま、強すぎて、まあ、完全にメタルってことができなかったんですよ。なんか2体で1体を倒すみたいな、そういう状態だったんですけれども、愚名将軍に関しては、まあ、唯一ですね、まあ、1体で、まあ、完全にメタれると。まあ、格上のピサロに対しても全然、戦っていけるというか、ワンパンでいけるっていう、まあ、唯一のモンスターかなというふうに思います。で、なおかつ、こいつもまあ、回心率ですかね。10% かな、確か。回心率10、プラス 10% しておりますので、まあ、高難易度とかでもですね、3回攻撃の、雷鳴3連を打てばですね、まあ、そこそこの確率 30% ぐらいかな 33% ぐらいで、回心の一撃が出るということで、まあ、普通に強いですね。ただ、まあ、耐性がこれ、イオ弱点がおかしくて、まあ、例えばテンタクルスで例えたらわかりやすいんですけど、テンタクルスとかイオ、デイン弱点なんですけど、で、サイマジュリアンテもデイン弱点だけど、偽名もイオか弱点みたいな、そんな感じで、まあ、お互い弱点同士ってちょっと耐性がおかしいので、そのイオ系と戦うときに対しては、まあ、身代わりとかを使っておく必要性はあるなというふうに感じております。続いて第2位はですね、指導ですかね。まあ、指導はやっぱね、強い。まあ、ここら辺が順位正直、なんか個人差というか、好みにはなってくるんですけれども、まあ、無凸でもですね、無凸とかあんま関係なくて、まあ、死の吐息で簡単に相手を殺せますし、まあ、そいつ、まあ、その指導のですね、耐性とか、まあ、HP だとか、まあ、そういうのを上げれるっていう点では、やはり、まあ、開花しない意味がわからないっていうレベルですかね。まあ、品質でベホーマーとか、あと、再生する肉体とかで、まあ、回復量っていうのはすごい多くなりますし、まあ、そこからですね、眠り、猛毒、で、幻惑、休み。で、それだけじゃなくて、麻痺、同封じ、呪いと、まあ、まあ、ドラクエタクトにおいて、状態異常って、まあ、ある種最強だと思ってて、まあ、それ休みにしたら、相手一段動かないわけですから、まあ、理論上ですね、まあ、状態異常かけまくれば負けることはないという状態の、その状態異常を、多種多様でですね、まあ、全モンスターの中でも種類っていうのが圧倒的にトップ、なので、まあ、当たり前ですけど、雑に使っても、まあ、耐性でね、全部半減とかって、まあ、そんなというか、ダイスラと、ゴールデンスライムぐらいしかいないんで、そう考えたら基本的にね、なんか超弱点あって、なんか等倍があるという点では、なんか通るんで、こんだけ、状態異常あれば、っていう、まあ、相手に対して、まあ、不利な相手がほとんどいないという点は、やはり、評価せざるを得ないだろうと、いうふうに思います。で、最後第1位ですね。第1位は鬼コンボということで、もう鬼コンボに関しては、まあ、開花無凸でも調節なんですけど、全然やっていいかなというふうに思っていて、で、これなんと、守備力がですね、貫突してしまえば、装備込みで912いくということで、まあ、HP じゃない、攻撃、あ、向こうの攻撃力が450以下とかだったら、まあ、ダメージ食らわないっていうことなので、で、まあ、攻撃力デバフでき、
かけたらほとんどの敵がまあ、攻撃力がですね450以下になってくるので、まあ例えばデインがですね、デイン系の物理とかバギ系の物理とかに対してもまあ軽くというか向こうが通らなくなると。でしかもそこからまあ連続ウルトラスタンプで回心率がこれ異常に高いんだよねこいつ。一卒で回心率プラス 5% と、まあ、無突でですね。まあ、そういう意味では一卒しておいた方がいいのかな。物理 10% なんで、まあ、16% あって、なおかつ怒涛のスタンプで、まあ、例えば、まあ、最大でですね、まあ、これはなかなかないんだけど、7回攻撃すると。実際には、まあ、やって4回かなっていうのが限度なんですけど、まあ、4回も攻撃したら、だいたいね、4、5000ぐらい、まあ、その範囲に与えられるんで、でまあ、4体だとしたら、で、それで5000ダメージ出たってことは、まあ、全体合わせて2万ですね。5000×4 で2万ダメージ出してるってことなんで、でそれが、まあ、わけのわからない火力ですね。で、守備力とかも関係ないですし、まあ、平等にダメージ与えられるって点は、まあ、評価せざるを得ないですかね。まあ、むしろね、なんかね、火力が出すぎて、逆にですね、なんか殴る追撃の回数が減ってしまうとかもあるあるなんで、結構、まあね、無突とかでも全然使えるというか、まあ、そっちの方が殴る回数実は増えて、まあ、良かったりするというか、まあ、早めに倒さないみたいな、ちょっとね、なんか、まあ、女王というか王様のプレイングができるかなというふうに思っております。はい。ということで、まあ、ドラケタクトのですね、まあ、カイカキャラランキング、ベスト32ですね。はい。すべてのキャラクターの評価やってまいりました。はい。で、まあ、一応 URL 貼っとくんですけど、生放送でこれですね、まあ、実際に使っていきながら視聴者と話し合いながら、まあ、順位決めたので、まあ、実際の使い方見たい方は、まあ、生放送で、うん、まあ、まあ、大体のキャラ使ったかな。はい。使っておりますので、まあ、ちょっと、見てみたい方はぜひ見てください。で、あとは今日の、20時からですね、2周年直前の YouTube プレミアム公開ということで、まあ、最新情報が、流れるので、まあ、生配信で見て、まあ、あと動画でまとめたりします。ということで、まあ、そちら見たい方もぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。